さんもすごく真面目な巫女だった。だから好きな気持ちを抑え込んだんだ。カムイコタンのみんなのためにね。自分の幸せよりも巫女としての使命を選んだんだよ。お、なによミカト、あんた一丁前に恋愛の辛さを語ろうっての？千年早いね、千年。そりゃあるわよ、私にだって。本当にって、なんで疑うかな。そうそう、かっこいい男の人と一緒にご飯食べてお金を払わずにどんずらするのが私の趣味なの。って違うでしょ。たく失礼なんだから。私にだって甘い恋の思い出ぐらいあるわよ。胸がないからってバカにするな。それはね、私が武者修行の旅に出てた時のこと。その人はね、大切な首飾りをあげちゃうぐらい好きだった。だけど結局その恋はダメになっちゃったからね。いい思い出になったら話してあげるよ。今は内緒。そりゃもちろん強い人に決まり。私より弱い人なんて興味ない。ない、コンルシラルを100発食らっても平気な人大募集って感じ。具体的に、そうだな。こら、なんかとんでもない誤解をしてるでしょ。私はね、その辺のどんな男よりも姉様を強い人だと思ってるの。肉体的にも精神的にも姉様は強いと思うの。私なんかじゃ絶対かなわない。悔しいけど私なんてやっぱり子供なんだよ。ま、姉様ぐらい強い人が好みってことだね。で、そういう味方はどうなの？好きな人の一人や二人できた？この後に及んで逃げようっての？そうはいかないよ。ねえねえねえ、カムイコタンの人だったらさ、誰が好みなの？なんて姉さまは絶対に相手にしてくんないんだから。なんだそういうこと。あんたやっぱりガキね。
か？マナリ、あなたはなぜそのように歌が上達しないのです？歌い手の家の者として恥ずかしくないのですか？我が家の伝統を踏みにじることにもなりかねないというのに。このままなら親子の縁を切るほかなくなります。あなたが歌い手の誇りに気づいてくれなくてはこの家にいる資格などないのです。この子の声が美しいことは分かっています。でもそれを使って歌うことができなければ何の意味もないでしょう。ミカト、やめて。親として恥ずかしいです。あなたはマナリは歌が下手だという言葉を聞いた時の私の気持ちを考えたことがありますか？胸が張り裂けそうになるのですよ。歌い手としてこれほどの屈辱はありませんから。お母さんをひどく言うのやめて。お母さんが一番苦しんでるんだと思う。私の本当のお母さんじゃないの。遠い血縁のおばさんなんだ。巫女候補から落ちた私を引き取ってくれたの。
人に言わないでね。恥ずかしいから。それでね、巫女候補から落ちた私は一人ぼっちですっかり自信を失ってたの。その時、今のお母さんが私を引き取ってくれたのよ。巫女になるだけが全てじゃない。あなたは歌で才能を開かせなさいって。今も優しいよ。怒るのはね、私のためを思ってのことだもの。だからすごく感謝してるし、申し訳ないと思ってるの。お母さん、私を引き取る前に実の娘さんを亡くしてるから。その子すごく歌が上手かったんだって。でも私にはその子の代わりが務まらなくて、本当に悪いと思ってるの。きっとお母さん、亡くなった娘さんの姿を私に重ねてるんだと思う。本当はお母さんの期待に応えたいんだけど。だって恥ずかしいじゃない。人に聞かせるほど自信ないもの。ありがとう。お世辞でも嬉しいよ。
きます。私ね、帝が初めてだったのよ。あんなにまともに人前で歌ったのって。帝、笑いもせずに真剣に聞いてくれたでしょ。すごく嬉しかった。自信になったよ。そうだね、そうなれるといいな。さあ、ナコルルたち、いつ帰ってくるのかな。夕方。なんでもない。